岐阜県各務原市のアクアトト岐阜で展示されている全身が金色に見える黄金ナマズ。突然変異で色素が欠乏しているこのナマズはおよそ10年前に岐阜県内で捕獲され、新年の幸運を願って開運水槽として展示されています。中には手を合わせる人も。なんかご利益があるのかなと思って、まあ、せっかくだったらいただこうと。そうですね、おめでたい感じがしました。黄金ナマズの展示は今月16日まで行われています。